論語の体現者、羽生結弦を見て我が身を深く振り返る中国人、北京五輪閉会でも冷めない中国人の羽生熱、その8つの理由、北京オリンピックが閉会しても中国人の羽生賛美の熱気は収まらない。オリンピック期間中、中国人の目を最も釘付けにした選手は紛れもなくフィギュアスケートの羽生結弦選手だった。中国最大のソーシャルメディア、微博、ワイボーには約270万人がファン登録しているが、一説には1000万人のファンがいるとも言われる。ギクシャクする日中関係を吹き飛ばすような中国人の熱狂ぶりを観察すると、8つの人気の理由が浮かび上がってきた。その1、古代中国の詩歌に通じる演技の美しさ。美しい獅子に情感を込めて演じる羽生選手の舞に世界の観衆は息を呑んだ。2月8日、男子ショートプログラムに出場した羽生選手の演技を国営放送の CCTV 中国中央原子大解説委員は、楽タミフ、楽神父のシーカになぞらえた。溶岩女玉、似姿女将、変和加工、強和化、幽流。楽タミフとは、五冠末期の武将早々、155から220年の大密語装飾、192から232年が書いたシーカである。羽生選手の演技に、この言葉を当てはめると、差し詰め次のような感じではないだろうか。翡翠のような美しい容姿、松の木のような、しなやかな表現、大鳥のように舞い上がるような、ルッツ、そして空中でうねる竜のようなアクセル装飾は中国で、姿勢と崇められる文学者だ。国営放送の CCTV が、このような賛辞を日本人に送るのは、羽生選手が唯一ではないかと言われている。その2、華奢な体と不屈の精神力のギャップ。2月10日、フィギュア男子フリースケーティングが行われた。前人未到の4回転アクセルに挑戦するも転倒。ショートプログラムで8位の羽生選手は合計 283.21 点で4位となった。メダルには届かなかったが、中国人の羽生選手への思いは冷めるどころか、ますます熱を増し、ネット上では数々の羽生伝説が飛び交っている。中国人ファンにとって忘れられないのが、2014年11月に中国で開催されたフィギュアスケート GP シリーズ第3戦での事故だ。この時、羽生選手は6分間の練習中に中国の袁寛余選手と激突し、顎を7針縫う怪我を負った。2人の選手は怪我を押して出場したが、事故の影響で万全の競技はできなかった。ある中国人男性は、その時の羽生選手の演技の動画を投稿して、転倒を繰り返しながらも立ち上がる英雄。わずか19歳にして、この精神力と振り返った。ガラス細工のように、華奢な体に潜む、不屈の心。今回のオリンピックでも、羽生選手のこのギャップが多くの中国人を魅了したと言えるだろう。その3、アニメの主人公、そのもの。1994年12月7日に、宮城県仙台市で生まれた羽生選手は、2歳の時に、ズダと診断され、それを克服するために、アイススケートを始めた。幼い頃から、オリンピックで金メダルを目標に掲げ、血源という名前のごとく、弓を結ぶような、凛とした生き方を貫き、10代後半に入ると、めきめきと頭角を現した。しかし、17歳の時に、東日本大震災が発生。この時、羽生選手は、幼少期からの練習場である、アイスリンク仙台にいた。足元の氷に、メリメリと割れ目が入り、スケート靴を履いたまま、屋外への避難を余儀なくされたという。アイスリンク仙台が震災で使えなくなったため、神奈川県横浜市の神奈川スケートリンク、現横浜銀行アイスアリーナで練習に励み、2014年のソチ、2018年の平昌で行われた男子シングルで見事に金メダルを獲得した。また、今回の北京オリンピックでは、練習で足首を痛め、痛み止めの注射を打ちながらの出場となったが、リンク上では芸術性の高い演技を披露した。そんなドラマチックな羽生選手の歩みを、上海の主要紙、人民晩報は、アクションアニメの主人公と評した。中国では、アクションアニメを、勇敢で善良な主人公が奮闘、友情と努力で勝利を勝ち取り、世代を超越し、多くの人が共鳴する作品と定義している。しかも羽生選手は、ビジュアル的にも美しく、神秘のベールに包まれたかのようなキャラクター。在日華僑のテレビ関係者だ。中国の多くのファンは、羽生選手に、アニメから飛び出してきたかのようなヒーロー像を重ねている。その4、中国人選手をリスペクトする姿勢。北京在住の呉博さん、かなは、ショートプログラムで中国人は、自国代表の金博志洋選手以上に、日本代表の羽生選手に声援を送っていましたと話す。実は、羽生選手と金選手との間には、中国人が忘れることができないエピソードがある。2017年の世界選手権、フィンランドヘルシンキ市で、1位は羽生選手、3位が金選手だった。その表彰式で、金選手が手にする中国国旗の表裏が逆になっていたところ、羽生選手が一緒に直してあげたのだ。ライバルをリスペクトし、ライバルの国の国旗にまで敬意を表す羽生選手のスポーツマンシップは、今なお中国で語り継がれている。その後、記者会見での90度のお辞儀2月14日に北京で行われた記者会見には、多くの記者が押し寄せた。
会場の1時間前から会場の前には長蛇の列ができていたという。会見の冒頭で羽生選手はこんなに集まってくれてびっくりと感想を述べ、北京オリンピックでの競技を終えた心境を語った。会見で羽生選手は感謝という言葉を何度も口にした。ショートプログラムではリンクの穴に足を引っ掛けたことで点数を大きく落としてしまったが、氷を作ってくれた人に感謝しますと謝意を伝えた。会見の会場に入る際も退場する際も体をほとんど直角に曲げて記者たちに頭を下げた。会場口の近くにはオリンピックの旗と中国国旗が並んでいたが、その国旗にも敬礼した。中国人記者たちは噂に聞いていた羽生選手の礼儀正しさと誠実さをここでも目の当たりにした。その6、普通の家庭の子供だった。中国では若い女性のみならず子を持つ親たちが羽生選手を我が子のように見守っている。中国人ブロガーの一人は羽生選手を仙台の平均的なサラリーマン家庭に生まれましたと紹介し、実は普通の家庭の子供だったという点を強調した。就職も出世も親の七光で決まってしまうことが多い中国社会において、羽生選手は平凡な家庭に生まれた子でも世界のヒーローになれるという夢と希望を与える存在になった。このブロガーは教育職である父親が羽生選手に与えた影響や母親による栄養管理や手作りの競技用衣装にも注目していた。家族を大事にする中国社会において一家総出で子供をサポートする羽生家に共感した中国人も多いようだ。その7、中国人が憧れる早稲田卒という学歴。羽生選手には大会に出場する際にも教科書や参考書を持参して臨んでいたというエピソードがある。教育熱心な親が多い中国でフィギュアスケートに打ち込みながらも学業をおろそかにしなかった羽生選手の文武両道の姿勢が高く評価されているようだ。しかも羽生選手は早稲田大学人間科学部通信教育課程を卒業している。早稲田大学は中国共産党の創設メンバーのうち、陳独秀1879から1942、中国共産党の初代総書記と李大鐘1889から1927、中国国民党の第1回中央執行委員の2名と、建国から26年間にわたり首相を務めた周恩来1898から1976、政務院総理、国務院総理、首相が留学していたことから、中国人の間では、著名かつ一目置かれる、最高学府だ。在日歴20年の会社経営者、孫、隋明さん、かなは、学歴重視と、壮大信仰の強い中国人にとって、羽生選手は、非の打ち所がない存在です。記者会見の発言も、極めて聡明なもので、親世代の中国人も、感心させられていますと話す。その8、論語思想を体現する人物。古代中国の論語は目上の人への敬意や若輩へのいたわりなど人としての徳目を説く思想だ。論語の思想は東アジア一帯に伝播し、日本にも大きな影響を与えた。それを物語るのが日本語の礼上、礼上という言葉だ。礼を尽くしへりくだることを意味する。中国語の礼上、礼乱も同じ意味だが、現代の中国で礼上を実践する人間は決して多くない。高い地位に立つ者ほどおごり高ぶる、そんな人間を嫌というほど見てきた中国人からすれば、絶対王者と言われながらも尊大に振る舞うことのない羽生選手は、まさに論語思想から飛び出した君子ということなのだろう。羽生選手の崇高な精神性は、中国人にとって自分たちが本来あるべき姿を呼び覚ましたのかもしれない。